どうもじゃみえです。今日はですね、マラソン100万 RTA というのをやってみましたので、こちらの方を解説していこうと思います。では見ていきましょう。これ昔にやったことあるんですけれども、ちょっと最近になって改めてやってみようかなと思ってやってみました。はい。100万点行くまでの、まあいわゆるタイムアタックですね。RTA っていうのは、まあリアルタイムアタックの略なので。さあ、T スピンダブルと打って、これ積み込みっすね。テトリスから、TSD テトリスの形で、まあ、このルールのコツとしては、やはり、タイムアタックなので、できるだけその、テトリスか、T スピンダブル。できればまあ、T スピンダブルで、ひたすらもう、地形を崩さずに、両形を保ちながら打っていくと。いうのがコツですね。その、T スピンの作り方とか、あとは、その、なんだろう。T スピンの屋根の付け方とか、もういろいろその、細かい技術が結構露骨に現れてくる、ルールではあるので、この RTA っていうのは。意外にこういうのもやるのもいいんですよ。さあ、これ、T スピンダブル。で、再び、どんどんテトリスかな？テトリスで、再び T スピンダブル。こう、ひたすらず、永遠に両形を保ちながら、火力を作っていくと。これがね、できるかできないかで、だいぶその実践にもかなり影響してきますから、こういう練習方法もかなりありだと思いますね、自分は。さあ、これ ST 済みというので、どんどん T スピンダブル。S 済みので、この SZ で、こういう風にドネイトっすね。T スピンダブルを打っていくのが、ST 済みという技です、ね。ST 済みで、どんどん火力作ってから、これ地形良くて、TSD、テトリス。再び TSD、テトリスの形でもうどんどん。で、やはりその、かなり、100万点までは、までの道のりは長いので、まぁ、ちょっとだけ速度落として、安定重心にしてますね。さあ、どんどん T スピンダブル打って、LJ イリュージョン。LJ イリュージョンパーティーですね。LJ イリュージョン。さあ、ここも S ミノで、ST 済みっすね。TSD。ひたすら永遠に両形を保つという。こういう練習方法もかなり実践で活かされるので。しかもそのタイムアタックがあるせいで、その、なんだろう。まあ、実践で言えば、相手から火力が来たっていう、まあ、条件が、なんつうんだ。ちょっと言い方難しいけど、火力が来るっていう想定したうちっていうか想定内で、ちょっと説明難しいな。まあ、できるので。もちろん時間制ですからね。全然説明できないけども、まあそういうことです。はい。さあこれ中開けテトリスに切り替えて、T スピンダブルからテトリス、T スピンダブルの地形。どんどん火力作って60万点まで来ましたね。さあ、ここまで来るとかなりスピードが速くなりますから、T スピン作るのが難しくなるんですよね。なので、ここら辺まで来ると、できるだけまあ、テトリスをメインにやった方がいいですね。あわよくば T スピンぐらいの方がいいですね。なんで、中開けテトリスだけども、まあ、テトリスの方が多めですね。テトリスと打って75万点。一回のテトリスでだいたい2万点ぐらい入りますかね、得点。どんどん打ってって、もうひたすら両形を保つという。TSD テトリス、LJ イリュージョンテトリス。LJ イリュージョン。は、88万点。さあ、ちょっと、やはり、この速度速いんでね、ここら辺まで来るとかなり、操作が難しくなってくるんですよね。さあ、ここが STSD で、T スピンダブルから T スピンダブルの地形。さあ、こういう速度が速い中でも、こういう技を使っていくと。テトリスから T スピンダブル。で、T スピンダブルで決めようとしたが、S ミノの回転が入らずに、ちょっと、2ライン消しから1ライン消しになっちゃいましたね。さあ、しかし、4分25秒と。4分25.43 ですね。はい。いや、こういうね、RTA もね、結構いいと思うんですね。その、改めて、やった後に、
自分のプレイを見返すと、意外にその作り方、T スピンの作り方とか、T スピンのその屋根の付け方が重要なんですよね、このルールは。なんで、その量計を保つっていう練習にはなりやすいので、こういうのも皆さんぜひやってみてはいかがでしょうか。結構ね、意外に練習になるところはありますから、ぜひぜひ、やってみるのもいいと思います。はい。あ、じゃあまあこんな感じで今日もお疲れ様でした。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、ありがとうございました。